勝利条件は一つ、最後まで生き残ること。無人島にはさまざまな支給品が点在、各チームは支給品で生活を行う。物資を拾え、防具を拾え、武器を拾え、そして戦え。誰バトルロワイヤルのゲームルールを説明する。舞台は本州から遠く離れた無人島。この無人島は多様な植物や地形に恵まれたジャングルのような島だ。戦闘ルールではパスガンと呼ばれるシステムを導入。銃先に取り付けられた送信機が光線を発射。200メートル以上も照射される光線は敵チームの頭に取り付けられた受信機に的中するとダメージが与えられる。その技術によりこれまでサバイバルゲームでは行うことができなかった体力システムの実装が可能となった。プレイヤー画面右下には所持している武器と残りのマガジン数、そして一発あたりのダメージ量を記している。扱う武器の種類によって威力は変わり、ハンドガンからスナイパーまで4種類のダメージ量に分けられている。武器によってマガジンの段数は異なり、弾切れになるとその武器は使えなくなる。左下の体力ゲージは装備によって増強可能だ。基本体力は100だが、ベストやヘルメットなどを装着することで最大250まで増強できる。これは最大火力であるスナイパーを2発受けても耐えられる数字だ。瀕死状態となったプレイヤーはアイテムを使用して回復できる。3種類の回復アイテムが存在し、組み合わせて使うこともできる。最後に体力がゼロになったプレイヤーは死亡。武器や荷物はその場に残し退場となる。生活に必要なサバイバルグッズは各チームに初期アイテムとして配られるが、武器、装備、回復などのアイテムは島内に散らばった支給品のコンテナを開けることでしか入手することはできない。もちろんコンテナを開けるまで何が入っているかはわからない。プレイヤーは2人組で3チームに分かれる。チーム A は KO コンビ、拠点制作や作戦指揮に長ける岩田と分析や情報把握に強い井野が組み合わさり、頭を使った戦略で勝利を目指す。チーム B はオタクと初心者の2人、ミリタリーやサバゲーに関する知識が豊富な西尾と全くの初心者のドイタニの組み合わせで化学反応を起こす。チーム C は須藤と加藤による中卒コンビ。幼少期から培われた野生の勘は無人島というジャングルで覚醒することができるのだろうか。各チームはコールサインと呼ばれる無線アプリを通じて常に連絡が取れ、敵チームの支給品を入手した情報や死亡情報などは全体に通知される。参加者たちは1週間の間サバイバルをしながら戦闘を繰り広げるのだが、休戦時間が設けられ、夜の12時から朝の9時までは攻撃が禁止されている。そして最後に残ったチームに賞金100万円が渡される。
めちゃくちゃこんな海岸に来てここ行くんでしょ。もう大丈夫かマジで。ジャングルよ、ドジャングルよ。鶴みたいなの探してる。わお、あお、おお、わお。こういうゲームってのは最初の武器が大事なの。本当初動がね、これ武器相手に取られたら一気に不利になるから、行くなら早く行った方がいい。じゃあ中もう、じゃあ入りますか。早速入った方がいい。早速島内の各所から動き出した各チーム、中でも B チームはミリタリーオタク西尾が主導権を握る隊長職に就任。ああ、これも、ああ、いや移動毎回これはちょっと大変だな。初期アイテムにはサバイバルに必須なナイフやライターから椅子や机などのキャンプ用品も含まれている。その分移動には不向きと判断した A チームと B チームはワゴンを置いて移動、 C チームはワゴン内のアイテムをリュックに入れ拠点ごと移動。よっしゃー、行きますか。ぶち殺しに行こうぜ。勝ったらもう100万だから。確かに、ぶち殺しに行こうぜ。拠点にいるよりは、何これめっちゃ多くやん。ちょっと待って、動物がいるってことでしょこれ。動物なの俺、人糞に見えんだけど。そのタイミングでプレイヤー全員のインカムにある通知が流れる。はじめまして、私は戦闘コンシェルジュのリサです。皆様の戦闘を手助けするために生まれてきました。なるほどね。今回のゲームにおいて全体通知と質疑応答を担うリサ、各チームの支給品獲得時やイベント発生時の全体通知に加え、武器の種類や他チームの情報などを質問すると可能な限り答えてくれる。そして最も重要となる支給品システムに関する情報が全体に通知される。島内には合計30個の支給品が散らばっています。支給品コンテナはカーキ、グレー、ベージュの3色に分かれ、その中でそれぞれ10段階のレベルが振られています。そして支給品獲得時は他チームに種類とレベルが通知されます。あー、じゃあもう早めに取ったとしてもある程度に持っていくか想定されるわけだ。まあ内容は分かんないだろうけど強さは大体分かるよね。あー、なるほどね。まずは各種類のレベル5以下の支給品をマップ上にて公開しました。ちなみに支給品の種類とレベルは行ってみないと分かりません。これじゃ結構支給品早いもん勝ちだね。急いでいきますか。最初の銃でもう一気に戦況変わるかもね。カーキがなんか武器系、うん、支給品情報の案内から各チームが一斉に近くの支給品へと足を進める中、リサ、他のチームのスタート地点は。各チームのスタート地点の位置情報はこちらになります。 A チームは他チームのスタート地点を把握。まず A チームの現在地は島のサウスエリア。サウスエリアは最も広く一面がジャングルとなったエリア。島の南端には高さ15メートルの断崖がある。 B チームはノースエリア最北端の桟橋からスタート。ノースエリアは島唯一の桟橋がある影響で軽トラや瓦礫など人の痕跡が最も強く残っている。 C チームはイーストエリアの海岸からスタート。イーストエリアは島のシンボルである神社があり、巨大な沼地を避けるように何本もの道が浜へと続いている。残りのウエストエリアは拠点作りや加工に便利な竹が生える竹林や大量のバラなど珍しい植物が多い。これなんだっけ、この色の。これはこの色の球品は何、まあ、武器ではない。あるよ、直接。マジで。でもこれグレーじゃね。各チームはスタート地点から最も近い支給品を獲得。 A チームはベージュの3番。中身は工具セット、栄養ドリンク、缶詰などが入っている。 C チームはグレーの3番。中身はベスト1着とスモークがいくつか。そして残る B チームは、あれ、どこどこどこ、あれなんか布みたいなのかかってない。あ、あれ、おおおおおお、
スロー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 。あ、これでも支給品だわ。え、ちょっと持ってきてよ。おお、すごいすごいすごい。あ、何入ってんだろう。おお、ちょっと待って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 、早速銃じゃないですかこれ。武器の支給品を発見。ハンドガン、グロックとサブマシンガン、MP5、 そして予備マガジンを2本ずつ手に入れた。おい、はい、はい、じゃあ、いやもうダメだってお前、お前なんかが使ったら負けるだろ。俺このちっちゃいの。俺でもじゃあ早めにさ詰めねえとさ、今チャンスじゃね。確かに。もちろん他チームが武器を所持していないことを知っている B チームは敵を探す。あ、 B チームがノースエリアでカーキの4番を入手しました。やばいです、やばい、ドイタリこれマジでやばいよこれ。これドイタリと西岡カーキの4番、殺されるぞマジで。いやマジ気をつけて、いいの結構もういるぞ。もう怖えよ、今にも来そうだもん、なんかどこから。確かに。 B チームが武器を入手した通知に震撼する A チーム。しかし C チームはカーキの物資手に入れたらしいぞ。カーキ武器銃だよな。マジで状況があんまよく分かってないんだけど状況あまり状況を把握できていなかった。B チームの武器取得後の動きは様々だった。いやどうするこれさ、ちょっと二手に分かれない。地図のマップ出てるってことはさ、バーゲンセール状態よ、うん、そうだったらまあみんなチーム移動で一個ずつ拾ってんの効率倍にできるからね、うん、A チームは二手に分かれて支給品を探しに行くことに。リサ、武器の場所はどこ。近くの支給品までは約80メートルです。リサ、武器の場所はどこ。近くの支給品までは約80メートルです。だめ、壊れてるわ。こっち、この先あんのマジで。でもここ結構竹あるんで、あのさっきの工具使って拠点にするのありかもしれないです。そしてこの決断が後に大きな事件へと巻き込まれることになる。食物連鎖の頂点に君臨する B チームはもちろん支給品よりも敵探しを優先。めっちゃ踏んでるぞお前。やめろやめろ。島内で唯一の攻撃手段を持っている。今の状況を利用しない手はない。早く俺らの銃見つけようぜ。これマジ大丈夫、森ずっと進んで大丈夫。いや どっかあるだろう。なんかもう道しかない、道もないじゃん。初期アイテムを荷物にしたまま行動を続けている C チーム。その近くには敵を探す B チームが接近。この試してみる、試してみるか。あ、結構、え、ここマジで見えない。お、結構いい、ここマジで見えない。ちょっと待って、なんだなんか煙いぞ。人いるってこと。逃げるときに使えそうだね。そうだね。この辺マジ見えない、見えない、神秘的になってるし、なんかすげえ。あっちから流れてきたな。こう来てるから多分あっちの方にいる。行ってみますか。行こう。C チームが焚いたスモークを発見した B チーム。敵に察知されないように現場へと迫る。どうだこれ。いいね。じゃあこっち逃げたらよ。風の向き考えて使えば逃げるのも使えるし、相手撹乱するのも使えるから。そこの下ってことかな。結構近、結構近。あ、待って、なんかいる。ちょっと待って。カトスドじゃね、カトスドっぽいな。あ、気づいてなさそう。そろそろ行くか。行くか。拠点見つけて。ただまあ、一旦逃げるから一斉に距離詰めながら撃った方がいいと。オッケー。じゃあ、行く？行こう。
走ろう。スモークが発端となり、 B チームの襲撃を受けた C チーム、何発かダメージを食らいながらも島の中心部からサウスエリアと逃走。 B チームはこの機会を逃すまいと C チームを猛追。その先には単独で作業をしていた飯野の姿が。やばい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 、どっちって俺逃がしたか。うわ、ちょっと見てきた、そっち。いやいねえな、ビットだな。まさか人がいるとは思わない。コードさん、でかい声が。どこ行った。いやマジマジどこ行きやがった。いた。いやなんとか B チームを巻いた C チームといいの。同じく単独行動をしていた岩田を呼び、話し合いの場が設けられた。そしてお互いの所持品を交換し合う交易が始まった。俺は防具ないのよ。あ、防具しかもどう考えてもそれうちの色なんだよ。後ろかと思う。俺は飯めっちゃあるの。本当にマジで。マジあれ今も俺は文句ないし、お前ら飯ないしさ。どうだろう、今必要なのかな。いやまあ正直拾えるとは限らないよ、飯。これマジで。まあ別に俺なくてもいいから。うん、まあ避けれるのか。余裕だろ。他しよう。じゃあ二口でいい？二口。二口とベスト。いや缶二個。缶二個。なに缶二個？缶二個。缶二個なんてねえじゃないか。缶二個でしょ。半分半分でやればいいだろ。どう考えても。どういう感じ？え？なんでそうなんの？だから大丈夫でしょ、半分半分で。ああ、大丈夫か、じゃあ。てかまあ、あれだよね。あの、お近づきの印にみたいな。最初の、お互い協力していこうみたいな。確かに。俺らもし、例えばベスト見つけて、余ったりしたら、あの、送るわ。送るというか、渡すから。絶対。これはマジで。これはマジで。それ助かるわ。A チームに、うまいこと言いくるめられた C チームは、B チームを倒すことを共通の目的として同盟が結ばれ、お近づきの印にツナ缶一つとベスト一着の交換が行われた。とかいろいろ探して、はい、達者で。おめでとうございます。あそこは正直もう敵じゃないね。でもこれでちょっと勝率上がったな。確かに。あいつら2人増えただけでもだいぶ違うかも。あいつらの頭脳をお借りしよう。確かにあいつら2人頭の上。でもあの物の価値分かってなさすぎだろ。飯食えるからいっかみたいな感じだっすよ。いたよな、ああいう小学校の頃さ、うん、めちゃめちゃレアカードをさ見たら交換してくれる。あれから次々と支給品を開ける A チームと B チーム。あった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 。5番ですね。おお、ヘルメットが2つありました。米と水とドリンクと鍋。 A チームはいくつかの支給品を開けるも未だに武器は調達できておらず、ウエストエリアの最後の支給品分けに向かう。 B チームは路線を変更し次々と支給品を獲得。グレーの1番とベージュの5番を見つけ、装備や食料も確保していた。そんな中 C チームは、この辺なんだけどな。そもそもここどこだ。
いやもう正直どこかもわかんないな。リサ、今ここどこ？ここはサウスエリア特製の森林です。近くの支給品までは約120メートルです。こっちは無理だろう。どう考えてもだって俺、え、だってここじゃないの。マップの正しい位置が読めず、サウスエリアのジャングルで遭難状態に。すいません隊長。うん、こっち別にマップの方でもないんで、うん、あんまり微妙っすよ。いいか無人島でな、楽しようなんか思っちゃダメなんだよ。今バトルロイヤルなんだから。あれそうじゃね、あそこにあるやつ。え、ちょっと緑っぽい、なんか布かかってない。東の浜を歩いている B チームは孤島に支給品のコンテナを発見。マップ見て、マップ、いや書いてないわ。多分上、その上のやつのやつだわ。いい支給品のやつだわ。しかし配布された地図には記載されていない支給品だった。つまりレベル6以上の武器が入っていることになる。このチャンスを何としてもものにしたい西尾は。絵がバトルロイヤルってなら俺の背中見て育てよ。お前もわかった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 、いい。なんだよ。多分あれだろ、なんかイカダ的なので渡んなきゃいけないんだろ。え、1週間のうちで。いやだから多分そういう支給品もあんじゃね、あそこ行くためのなんかの。さすがに海を渡ることはできずに断念した。こん中か。なんかヤバくね、ここ。これさマジ怖いんだけど。でこれしかもさ、あれよ、バラだよバラ。いた。危ない危ない。辺り一面がバラで覆われたエリアを進むと、おっ、おあった。いた。これ武器でしょ。あ、しかも本当は武器だ。やった。何番？は？二番。開けます？開けましょう。おお。A チームはようやく武器をゲット。 B チームには劣るが多少の脅威にはなる。ハンドガン2丁を入手。ちょっとぶち殺したいですね敵、はい、これでなんかでもちょっと心の持ちよう変わったわ、さすがに。確かに、まあ田舎でも殺しちゃいてえな。確かに。まあ須藤加藤はなんかもう敵じゃないだろ。もうくたばってっか。あれマジ敵じゃないだろ。たまだルールもあんまり理解してないと思うけど。ダメだこれ、わからんかなってきた。これもうこれ以上進むとなんかもう海岸にも出れない気がしてきたわ。もうちょい行ってみようぜ。まさかとは思うけど、道間違えてないと思うけどな。いや俺もそう思うけどさ。ここでももう地の利的にはもうなんか勝てそうじゃない、来てもね。なんかここ強いよね。ここでずっとさ、もう隠れてさ、撃っとけばね。もっと肘締めて。ああいいよいいよ。おい後ろに張ってるわ。オッケー。外れすぎましたね。やっぱ広いねここ。はい、もうちょい行動的になりますか。確かに。そうそう合わないかもね。広すぎて全然通んないかも。待ち伏せあんま強くないかもね。これ位置関係がねよくわかんねえよな。確かにね。割と似た道というか、なんかさちゃんとした道感はないもんね。ないね。なんか音しない？犬。なんか音しない？音？奥から。そう。リサ、MP5 はどれぐらいのダメージ量ありますかね。あ、MP5 はね、結構発射力高くて3マシンガンだから、まあ、一発にとか低いんだけど、まあなんだろう。別にあなたに聞いてないですけど。ハンドガンよりは多分結構強いと思う。リサに聞いてるんですよ。あ、西じゃないの。いや、西じゃあります。あ、西王じゃない。西王に聞いてません。やぶ一発だよ。25かな20かな。あんま分かっ、来てね。リード。ちょっと待って。来た。
敵の銃、敵の銃、ない持ってる。いる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 。俺来てくる。あ、そのマシンガン持ってる。あ、反動開いてる。おい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 。来て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 。死ぬぞ死ぬぞ。あ、反動開いて。いけいけいけ、詰めろ詰めろ。ぶっ殺せぶっ殺せ。慎重に行動を開始した A チームは B チームの音を察知し奇襲を決意。しかし応戦した B チームが武器の火力で圧倒し A チームは後退。相手がハンドガンしかないことを察した西尾が後を追う。逃げて逃げてる。行こう行こう行こう。おい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 、撃ち合おうぜ。うわおい撃ち合おうぜ。来た来た来た。逃げんな逃げんな。おい、どっち行った。出にくいよ、あの人。めちゃめちゃ連射してきたぞ。なんとか逃げ切った A チーム、体力はだいぶ削られてしまったようだ。死ぬかと思ってました。やばすぎだろ、あれ。話なんねえよ、これ。北斗の拳の雑魚キャラみたいなガッシュで迫ってきてる。逃げるしかないでしょ。うわーとか言って怖かった、マジで。やっぱ、あれだ、ハンドガンは移動速度速いな。 A チームの仕掛けた奇襲作戦は両チーム痛み分けという結果に終わった。時刻は17時を回り、徐々に日が落ちてきた無人島。 AB チームは拠点作りに動き出す。A チームは攻め込まれにくいことから、ウエストエリアの竹林奥の海岸に拠点を作ることに。B チームは昼にゲットしていたテントを使い、サウスエリアのジャングルの中に拠点を作る。今回の初期アイテムは X キャビン様からの協賛により、各チームに島でサバイバルするためのキャンプ用品を提供していただいた。しかし C チームは昼の襲撃時に神社付近に置き去りにしてしまっていた。あの神社に置いてきたやつあったじゃん、道具、うん、なんか椅子とか、あれどうする。正直いいだろ。いらない。だってもう何も見えないしさ、うん、行ってもなんかリスク負うだけじゃん。なんか椅子、なんか椅子とテーブルかな。うん、だよね。あとその他物々か。別に椅子テーブルなくても別に、まあ地べたで座って地べたで食えばいいしな、うん、まあ、ランタンだけもらえる、あれば。じゃあいっか。なんと彼らは協賛品を切り捨てる決断を下した。そして先ほど拾った缶詰を開け、ホームレスパーティーが始まった。ピンクにえじゃんほら。お前さ、ピンクにえじゃん。いやでもマジうまい。やっぱ飯もうまいって楽しいな。うん、うまっ。お前さ、うん、スマブラ行ったことある？あるよ。スマブラでさ、うん、3人プレイヤーがいるときさ、うん、どうするのがいいの？逃げる。そうだよ。まあ、いかにさささらずしてって感じだよね、マジで。そうだね。なるべくね、
狩りに行きたいですね、この後。この後ね。あ、いい感じじゃないですか、もう。おぉ、おぉ、つあ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 つ。昼間に調達した食料で腹ごしらえをする各チーム、レベル5の支給品でテントに加えベッドを手にしていた B チームは少し体を休めることに。ちょっとダメージ回復しますか。まあ正直そうですね、ちょっと怖いです。さっきホラー映画のジェイソンみたいなやつを襲われたあの気違いにまあ僕ちょうど冷やしてたんですよ。しかしここでプチ事件が発生する。あ、やべえ、なんかここもここまで来てる。あ、いいな、やばい、一個消えた。え、一個消えた、流されたかもしれない。流された。岩田が食事前に冷やしていた回復用の栄養ドリンク2本のうち1本が流されてしまった。え、リサ、これ飲み物1個なくしちゃったんだけど、俺もう1本いけないですか。ドリンクを飲まなければ回復できません。実際拾ったのは事実なんで、それ見つけた時点で回復する権利あると思うんですけど。すいません、よくわかりません。あの、カスタマーサポートに問い合わせるクレーマー状態の岩田だったが、結局一人分しか効果は認められなかった。うわ、もう完全裏目に出たわ。最悪だお前。俺はもう最悪呼ばわりされてるもん。最悪だ本当に。冷えてるの飲みてえだろうなと思って回復薬勝手に冷やして。すいません。はい。ガチで寝ないでもらっていいですか。もうマジで寝れるんだよね。飲んどくか。うん。ああ。ここでさつけて、あの昼間に追いかけ回してきた連中。うん。ボコボコのギタギタのボコよ。やるか。うん。A チームは拠点に残り、B チームと C チームは夜の戦場へと足を進めた。夜の無人島は昼とは別の顔を見せる。メインの通りには最低限の明かりが灯されているが、森に一歩踏み込めば二度と帰れなくなる危険性も高い。これだけだとマジでなんか導かれるみたいになってない？なんかなるべくここら辺にいなさいっていうスタッフの意図を感じますね。これも多分協賛品だろう。リサ、この松明みたいなやつはどこの会社が出してるの？こちらはX キャビン様のテンソーラーガーデンライトという商品になります。これ正直マップ動向の判断できる時間じゃねえぞ。あ、物資見つかるといいな。いや、夜動いてんのかな、みんな。他のやつだ。どうだろう。動いてたら結構やべえな。なんか動かなそうな感じもするんだよね、危ないから。あいつらビビリじゃん。あ、確かに。あいつらビビリだから怖がって。多分そこら辺でうずくまってる。なんかここら辺で拠点作ってそうだよね。B チームと C チームはサウスエリアでの支給品探しだが、真っ暗闇の中での探索は困難を極めていた。でもさ、ここら辺だとさ、あ、人来てる。あ、人だな。あ、見えた。逃げる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 。人逃げる逃げた。あと、あっち行ってる、あっち行ってる。くっくっくっ、いた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 。やべ、カト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 。あ、早い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 、あいつら早いわ。こっちカト。Bチームがランタンの明かりを発見するも、すぐさま C チームは茂みの中に逃亡。明かりの消えた付近に潜伏していると推察し、捜索が始まった。休戦時間までは残り1時間。おい、
あいつ照明ランタン消してんの。いやさっきね光ってたんだよな。ここら辺で消えたんだよ。あぶねえ、マジであぶねえぞ。行こう行こう。いやちょっと待って、もうちょっとか。須藤くん、加藤くん、どこ行ったかな。加藤、あもう無理よ正直。やばい、やばいよ、ここら辺かな、逃げ切れないよ。おこっちは早く撃ちたくて仕方ないんだから。なんとなくで行くよ俺ら。なんか武器持ってたっけ。なんかランタンの光だけでね。あ聞こえてるよね。逃げちゃってね、なすすべなしってね。マジあいつらうぜんだけど。やばいな、武器持ってからって生きりすぎでしょう。あ、あっち行ったな。僕が行ったな。僕行った。確かあの戦闘一回終わりだった気がするから、その日はそれまで耐えよう。正直もう逃げるしかないじゃん。やだ、やだ、戻ってきた。いや、戻ってきた。なんなんだよ、先行けよ。須藤くんだったかな。須藤くん話そうよ、早く出てきなよ。こっちは別にね、隠れようなんて思ってないんだから。夜の森の捜索は難航し、完全にやり過ごした C チームだったが、ここで思いもよらぬ行動に出る。あーもういいや、あーもう行くわ。あー加藤、お前も完全に見えた。おい、暗闇の森から煽る須藤の声が。走れ走れ走れ、あと走れ、走るだけ走るだけ、やばい、走るだけ、前、左ね左ね、いた、西野いた。おお、どこだ。休戦時間まで残り1分、逃げ切れるのか。あと走れ、あと走れ、走れ、ダッシュ、やべえって。おい、やべえ、気持ち悪いんだよ。休戦時間になりました。今日も一日戦闘お疲れ様でした。深夜0時、休戦時間になった。マジか、うん、わマジうぜ、やば、死ねかせ、二度と来んな。各チームがこの島でのルールを肌で感じた一日だった。今日の犠牲者はなし、明日も長い一日になりそうだ。次回の無人島バトルロワイヤルは、箱みたいなのある、防御を固めたいな。物資を調達し、戦闘に備える各チーム。殺しに行くぞ。やばいやばい、撃たれた撃たれた、撃たれた、引く引く引く、来た、引いて、明日の犠牲者は出てしまうのか。おい出てこいよ、俺。